たったもう3年とか5年とかで多分なんか一瞬で同じコートに立った時置き去りされそうな気がするもん。やっぱそれがユースの結構強みだと思ってて、それで全員でよりいい答えを見つけていくっていうのがすごく大事だから、これめっちゃ見てほしい。いやマジで僕ね、それは多分今のプロの世代の人たちがみんな思ってるけど、こんにちは、今日はあのユースをコーチしてくれている秋葉くんとおしゃべりします。よろしくお願いします。まずあの2人の関係性から教えてください。高校からかな、一応知ってるのは。そうね、なんかお互い見たことあるぐらいだと思う。そうそうそう、でもそっからでもそこまで名前も知らなかったもん。サンロッカーズ来てからちゃんとしゃべってる。シンジはあの俺サンロッカーズ7年いるけど初めての同期。ああ言ってたね。そう、ずっと一番下で、もう下も入ってきて来ず同期もいずで、で初めての同期でめちゃくちゃ嬉しかったイメージ。初日俺敬語で話してたイメージある。マジ同期だよねって言われた。あ、もうそうよね、そうよね、そうそうそう、分からんくて言われた言われた。練習を見てみて選手時代とどうですか、印象。コーチングとバスケするの全然違うなと思った。俺コーチングできないわと思ったもん。いやいや、なんでよ。いや、なんか違う、なんか見てて思ったけど見えてるところが全然違う。俺それコーチが練習止めたりするやん、うんうん、なんで止まったかわからんかったもん。でもやっぱコーチのさ教えたいポイントとかさ、うん、そういうのがまあるから、うん、そこを重点を置いて止めてたりすると思うけど、全然違うなと思う。そうね、今アンダー12、うん、15、18全部見とれちゃう。そう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 、でそのカテゴリーでさ教えるポイントとかも全然違う。全然違うね。そう考えると俺頭パンクすると思うもん。いやでもやっぱプレイヤー目線大事よ。まあまあまあね、そう、まあね、それもまあ確かにわかる。最近すごく思う、選手、いやまあどう見えてるのっていうのが意外とわからないと、あ、まあそうね、そう指摘が通んなかったりするから、はいはいはい、それはね意外と選手目線の方が良かったりもする。だけ多分それ俺言語化が難しい、あんま好きなんけ、うん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 、そここう言ったらこうなんかここにボワンってスペースあるやろ、そこにこうペッみたいな効果音ね。そうそうそう、そういうイメージでバスケやってきたけど、感覚のね。そうそう、だからその言語化っていうのがすると俺がコーチやるってなったら難しいと思う、うん、一回壁にぶち当たりそう、もしコーチングするってなったら、うん、小学生、中学生、高校生でどんなあれが違いというか、まあ、違いはワンオンワンにこうかかる負荷がどっちかというと小学生の方が大きいから。ああなるほどね。そう、ここで打開するっていうところの方のボリュームがだん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 下がっていく。あ、高校に上に上がるんで、はいはいはい、だから例えばオフボールスクリーンとか、うんうんうん、ピックアンドロールとかっていうのが少しずつこう加わっていく。はあ、ちょっと頭を使ったそのスクリーンの後の動きとかね。確かに小学生にオフボールスクリーンとか言っても、そうなかなかそこ賢く使える人ってあんまおらんもんね。そうだし、やっぱ小学生の時にそれやっちゃうとワンオンワンする機会ないから、結局打開できない子がどん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 育っていくっていう。いや確かに、確かに。できるうちにやっとくって。アンダーカテゴリーとかできてさ、すごい羨ましいなって思う。俺が高校の時とかピックアンドロールでポケットパス出したことあるっけなぐらい。でも今それこそプロが身近にいてさ、こうやって同じ体育館で練習してさ、うん、それこそサンロッカーズでプレーした人がヘッドコーチとかコーチやっててさ、なんかもうバリエーションがすごい増えて、俺が高校生の時より上手い気がするもん、今の子たち、うん、ピックアンドロールって正直知らなかった、ね、そう多分ギリギリ知らないぐらいの、多分なんかやそれっぽいことはやってたけど、それがピックアンドロールっていう一つの攻め手として俺の中でなかった。なんかどうディフェンスしてきたか多分やってないね。覚えてない覚えてない。どうやって俺バスケしてたんだろうってめっちゃ思うもん。俺が部活やってる時とか中学校とかやっぱりモチベーションの差っていうのは俺の中でめっちゃあって、うん、俺はこう行きたいけど
っぱそれについてこない人とか、うんうんうん、高校とかなってもやっぱプロ目指したいけどやっぱりこう試合に出れなくなってくると、うん、そこを目指さなくなってくる人とか別に俺みたいな人が出てくるから、うん、そういった意味ではそういう環境でバスケできるっていうのはプロになりたい人はめちゃくちゃいや、まあ、もちろんその分厳しいけど厳しいとは思うけどやりがいとかめちゃくちゃありそう。そうね、やっぱそれがユースの結構強みだと思ってて、ユース結構本当にプロ目指したいっていう子たちが入ってくる場所、うんうんうん、だから部活だとなんか趣味でとか楽しくやりたいとかっていうのが多いけど結構ユースはプロっていうところとか、まあ、高みを目指したいとかっていう子が基本的に入ってくる。上手くなりたいだけだと結構しんどくなる環境では実際はあるかもしれない。いやいいね。そう今ね B リーグすごい盛り上がってきてね、ユースもこんだけいろんな選択肢が増えて、ね、アンダー18に関してはそれで練習生としてプロと一緒にやれるっていう環境は大森とね山崎とね、うん、すごいよ。去年成と光栄がさ来たけど、うん、それなりにやっぱやるもんねプロの中でも。それで自信をつけていくんだろうと思うけど貴重な経験、うん、どうだった2人。最初めっちゃ静かやったねやっぱりなんかこう遠慮して、うん、そうだみたいな技術レベルできることはすごく多いなって思って、こういうことできるんだと思ったし、うん、将来楽しみだなってなった。めちゃくちゃよかった。最近の子全然中学生とかでもあの何俺と一対一しても全然あの勝てると思うぐらい早いし体がしっかりしてきてる。技術ないよね。右手だけだったら俺より早かったりするもん一瞬の下手に反応しようとするともう切り返してこかされるしなんかもう最近の子マジで怖いもん。将来が怖い。たったもう3年とか5年とかで多分なんか一瞬で同じコートに立った時置き去りされそうな気がするもん。最近の子はねほんとすごいよ。まあまあコンディション作ってこないと。そうそうそう結構ねあの威厳を保つ上でもねあのちゃんとこっちも準備していかないと。そうね。ユースってさどういうなんかチームのさ色っていうのある、うん、色はもう完全にトップチームからブレイクダウン してる、ちゃんと。だからこう、まあ、優位の精神とかずっとあったし、うん、ヘルプアップとか、うんうんうん、あとルーズボールとかやっぱあれは映像で残して毎回そういう大事な時に見せて、サンロッカーズってこういうこと大事にして、うんうんうん、サンロッカーズらしさってずっと言ってるんだけど、はいはい、それはめちゃくちゃ強調してるし彼らの中にもサンロッカーズらしさが今日足りなかったとか、すごい。そう、なんかルーズボール飛び込まないことはやっぱり良くないっていうか自分たちとして良くない。フィードバックの時もそういうの生まれるし、すごい。俺高校の時そんなフィードバックなんかなかったけどね。今日シュート入んなかったなぐらいしかフィードバックとして出てこないというか。いやこの前練習見て思ったのがなんかボールが外に出た時とかフリースローの時とか。うん、なんか5人で集まってちょっとでもコミュニケーション取ってるし、しかもそれが別に1年生でも3年生でも関係ないっていうか、お互いがお互いのコミュニケーション取って話聞き合ってる姿見てで話聞くと在戦相手のスカウティングとかもあったりして、なんかもうほぼプロみたいな、本当プロとやってることが変わんなくて自分たちのらしさ、やっぱチーム作っていく上でそういうチームの色とか意思疎通ってすごい大事なんやけど、それがユースの段階でできてる環境ってすごい、そうそうすごいなと思って。スカウティング高校ですごくない？もうね、インターハイの時マッチアップする相手が右利きか左利きかぐらいしかスカウティングしたことなかったよ今回左利きだから右手上げようぐらい。すごいな、やっぱそうやって知識も磨かれる、それだけ意識も変わってくるし、サンロッカーズのユースっていうところに価値をちょっと持ってもらってて、だからどこでもいいわけじゃなくて、やっぱいろんなクラブチームあるし部活動もあるしユースチームもいっぱいあるじゃん。でもサンロッカーズのユースを彼らが選んだことによって将来にどう役立てていくのかっていうところも大事だよねっていうのはコーチの中で話してて、文化作ろうって、うんうん、まあ、ディレクターから
話があって、その中の一環としてサンロッカーズらしさってなんだろうねっていうエナジーとかは大事にしてる。でもそれの見本になってるのはペオたちだから。そうだから、あのキックオフのタイミングでキャプテン喋るじゃん、はいはい、あれは全部こっちで言語化して彼らに伝えてるから、はい、なるほどね、結構大事よ。あ、いいこと言ってますよ、割とキックオフの時、はい、そうそうそう、僕の言葉がユースのこう土台を作ってると言っても過言ではない。過言じゃ、もうほとんどそれが全て。今年のキックオフ何喋るのかな。でもこのユースに入りたいってなった時に目標が分かりやすいよ。例えばサンロッカーズユースに入るトップチームの試合見に行ったら分かるよ、自分の将来がめちゃくちゃイメージしやすい。そうそう、ユースのシステムって、それはなんか、まあ、俺らにすごい責任があるよね。そこをちゃんと示さないといけないから、イメージしやすい環境があってチームがあってっていうのは、うん、小学校からそれだけの質の高い練習ができるっていうのは羨ましい。そう、ね、めちゃくちゃもう U12 からやってみたいと思う、うん、だから一人一人にかける時間もめちゃくちゃ増えるよ、ね、増えるね、本当に。普通の部活とかと考えると、そうそうそう、だからワークアウトもあるし個人のワークアウトですか。何ですかそれって感じる。君のポジションここだからとか、こういう課題あなたあるかっていうのに対してコーチたちが準備してとかやってるし、練習メニューもやっぱ違うし、もちろんずっと大事にする部分変わらない部分あるけど、やっぱその時のテーマとか、この間のゲームで出た課題をじゃあ練習しようとかやってるから、やっぱ当たり前のようにこっちも教えてるけど、自分が小中高の時なんかもうずっと毎日同じようにやってたから、自分自身もこう当たり前の基準変えなくちゃいけないし大変よ。コーチ側はさ、常に新しい練習メニューとか、うん、例えば海外の新しいスキルだったり、うん、戦術を常にこうアンテナ張り巡らしてどんどんアップデートしていかないといけないわけ。 それも大変よ。それもしかも子供たちも得られるから、今の時代、はい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 、YouTube 見るとか、うん、だからこっちもやっぱそれを上回る情報と、そこの深みが結局大事だから。そうなんや、教えるときオフシーズンとかクリニックとかやるってなったときに、やっぱりもう子供たちの方が新しいことを知ってたりするから、うん、難しいよね、教えるマジで難しいよ。でもそれなんか、でも最近思うのが、やっぱそうやって新しいことをどん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 吸収していく中で、基礎のところ、うん、スリー面だったり、うん、なんかディフェンスのローテーションのタイミングだったり、より読みとか、まあ、そういうのがね、少しずつやっぱり足りない選手とかは増えてくんじゃないかなと思う。ファンダメンタルとかは結構やるの？そのやるようにしてる、うん、やっぱりそこの、はい、そう重要性はすごく逆に感じる、うん、なんだかんだやっぱ自分のこの環境でする小手先のバスケだったり、うん、こう色をつけたバスケ、もちろん大事というか試合で生きるかもしれんけど、うん、結局5対5で広いコートでバスケットをやるってなったら、レッグスルーだけが得意でも多分ダメなんよ。レッグスルーのするタイミングだったり、スペーシングだったり、うん、走り込むタイミング、うん、カッティングのタイミングとかも結局練習しないから、うん、そのファンダメンタルの上にその技術が入るからすごいプレーにつながるっていうか、うん、そこまでの過程が大事だから、大事、ファンダメンタルは本当に。それをユースの段階でちゃんと取り入れてやっていくことが大事だ、うん、いや、コーチ向いてるよ、多分ここまではね。ここまではいや、全然言語化できてるし。でしょ。そう、これめっちゃ見てほしい。いや、マジでこれはマジで見てほしい。本当ね、それは多分今のプロの世代の人たちがみんな思ってるけど、うんうんうん、やっぱさ、なんていうの、トレーニングとかもやる？やるね。トレーニングもやるし、体の使い方やる。だからユースだとトレーナーさんがそれを最初15分ぐらいの
トレーナーとかいるの？そう、専属のトレーナーが12、15人いや、すごがいるから、そう、ウォームアップとトレーニングと、あとモビリティとか体の使い方とかはその時間でやってるから、体の使い方を学べるのはいいね。 それも今のプロ選手でも体の使い方っていうのは勉強してるし、いや、大事。どうですか、対談を終えてみて。いや、まだユースのことそんなに深く知れなかったし、こんなにサンロッカーズのトップチームを見て、サンロッカーズの文化をその下の台から作っていこうとしてるのを聞いて、やっぱり僕もトップチームでやってる以上それを体現しないといけないんだなっていうのはすごく感じました。まずユース知ってもらえてよかった。そこに立とうとしてる子どもたちがいるっていうのを知ってもらって、その中でもやっぱ今大事だよって言ったファンダメンタルの部分とかっていうのはぜひ、我々が言うのって当たり前だから、選手が言うことによってこう重みが増す言葉ってある気がするから、やっぱそこはねぜひユースの練習にも来ていただいて、うん、もっともっとこうね、ユースとトップが一緒になって考えていくっていうのは、うん、あっていいなと思ったし、うん、練習も参加したいなっていうのは思ったんで、楽しみですよ今後が。ファンロッカーズユース、なんとかベンドラメレオとプレーするユース生が生まれることを。そうね、だから俺もそこまで頑張らないといけないわけですよ。そういうことですよ。なのであと20年ぐらい契約をお願いします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。やっぱ焼肉食べながらやりたかった、つつきながら。いや、喋ってたな。だったら多分3時間ぐらい喋ってた。終わりがなかったかもしれない。切るところも多かったかもしれないけどね。練習見学に行ったんですけど、僕があまりにもお腹空きすぎて、ご飯食べながら対談しようぜって言って、ご飯を食べに行ったんですけど、まあいろいろありまして別日に撮っております。マジで最近の子はね、1対1したら勝てん。そいつがたまたま足が速かっただけなのかもしれないけど、中学生とかで全然もう冷えついていけない。速い。そんな急いでバスケしてどうするのってぐらい速いの。少なくともテクニックとかじゃない。俺今度クリニックするんだけどさ、1時間半ぐらい何個かあるんだけど、何すればいい？すごい難しいっす。スリーメンとかやらせればいいのかな。多分でさ、なんかチームに行って1時間半教えるのと50人集めて1時間半って全然違うよ、やれることが。今回はどっちなの？50人のこと全部。じゃあもう2面。いや、1面で50人。1面50人。それも効率を選んだ方がいいですね。チーム単位だとやりやすいっすよね。ある程度どんなぐらいのバスケができるのかも分かるし、どんなことやってますかって聞けば。うわ、なんかめっちゃ不安になってきた。大丈夫だ、エンドラメリオが教えるのはもう